ナビ飛躍が問題になるのは外からと違って、はい、中からの放射能だから胎児に届きやすいわけですよね。ああなるほど、うん、なるほど。先ほど遮蔽物があるのと届かないと、はい、でもそれは外部被曝の話で、はい、今度はそのお母さんが取り込んでしまった体内に取り込んでしまったとしたらば、うん、実は胎児にも届きやすいという、はい、ああなるほど。距離が全然近いですからね、うん、で気管結石っていうのはその実際着床したあと着床してからまだしばらくしてからみたいですけれども、それから性能に限らず薬やなんかもそうなんですけども、だからその時期にその出来上がっていく体の元の細胞がやられてしまえばそこのところはできない、だから非常に限定的なものですよね。それよりも前の段階に、まあ、そうした被曝とかを受けていると流産になる、流産になる可能性が高い。あ、だからここからこの間にこれだけ変わってくるわけです、うんうん、ここは手が丸田んぼ、足も丸田んぼだったのに手にこういう溝ができて、それからここではもう指として分離するわけですね、うんうん、だからこの辺のところにその手のできていくここのところに影響するような薬、うん、あるいは放射線であればそこのところの分離してここの細胞に当たってそれを殺してしまえば異常が起こるわけですよね。あ、なるほど。こういう状態になってから例えば、まあ、放射線をある程度浴びたとしても、うん、あるいはそれ以外の化学物質などを、うん、被曝することがあったとしても、あの手足が欠損するようなことは起きえない、出来上がったものが壊れてなくなるということはもうなくはないですけど非常に稀なことだから、あ、確か100日ぐらいの人間の体の中では100日ぐらいでその細胞が壊れて、壊れたセシウムは排泄物として排泄されちゃうから、うん、生物学的な半減期は大体100日か120日くらいって言われてますね、うん、放射能っていうのが今話したようなことでこういうことだよって言ったら、うん、ああなるほど、そういうふうに考えればいいんですね、うん、ということ、うん、でそういう情報は僕伝えられたから、うん、そのために始めたんですけどね。あ、そうなんですか、はい、じゃあ今主婦会館でそのなんていうんですか、相談教室みたいなことをおやりになって、はい、それはその311以降に、はい。